アトロミトス FC はギリシャのアテネペリステリをホームタウンとするサッカークラブ。1923年5月にアテネでアトロミトスとして創設された。1924年にクラブ創設が承認され、1925年にギリシャサッカー連盟に14番目のクラブとして登録された。1924から25シーズンにアテネ選手権に初参加した。 1933年にペリステリに移転した。1932から33シーズンにアステラスと合併して、アステラスのシンボルであるスターがジャージーに描かれたが、青と白の色、アトルミトスアテネの名前は引き継がれた。1950から51シーズンにアテネ選手権のカテゴリー B で優勝して、カテゴリー A2 に昇格。 1958から59シーズンにカテゴリー A2 で優勝してカテゴリー A に昇格した。3年後に新しく創立されたベータ S2 期に昇格。1971から72シーズンに優勝してクラブ史上初となるアルファ S2 期昇格を果たした。1980から81シーズンを最後にアルファ S2 期から ベータ S2 期に降格すると、1987年に、ガンマ S2 期に降格、1997年にデルタ S2 期に降格した。2005年5月に AO カルケドンと合併した。2004から05シーズンに、アトロミトスは、ベータ S2 期で再開から2番目に終わった一方で、AO カルケドンは、アルファ S2 期で8位の成績を残していた。アトロミトスは AO。 カルケドンに代わり、2005から06シーズンのアルファ、S2 期に参加した。2010から11シーズンにキペロエラーダスで決勝に、初進出したが、エッグアテネに0の3で敗れて、準優勝に終わった。2011から12シーズンにも2年連続で決勝に進出したが、オリンピアコスに延長戦の末に1から2で敗れた。プレーオフは、 レギュラーシーズン2位から5位の4チームが参加する。5位チームが、レギュラーシーズンに獲得した勝ち点を基準として、他のチームは5位チームとの勝ち点差を5で割り、失社購入した勝ち点をプレーオフに引き継ぐ。例えば、2013から14シーズンは5位の、アステラストリポリス FC が勝ち点58だったため、アトロミトス FC は5イコール1.6。 死者誤入した、勝ち点2を引き継いだ。ありがとうございます。